89式装甲戦闘車。89式装甲戦闘車。89式装甲戦闘車。タイプ89アーマードコンバットビークルは、日本の陸上自衛隊が運用する、不評戦闘車、アイフフである。防衛省は、略称を89回 V、ファイティングビークル、広報向け相称を、ライトタイガーとしているが、部隊内では、FV とも呼ばれる。 陸上自衛隊が運用し、戦車に随伴する装甲兵員輸送車に武装と装甲を施した車両として開発された日本初の不評戦闘車である。陸上自衛隊では、不評のことを普通化と呼ぶため、装甲戦闘車という名称となり、初期の略称、IFF から不評の意味を持つ I、インファントリーを取り、現在の FV となった。 武装は90ミリ 35mm 機関砲、KDE-79 式隊、中停対戦車誘導弾、74式車載 7.62mm 機関銃を搭載する。陸上自衛隊は、これまで装甲兵員輸送車として60式装甲車、及び73式装甲車を装備してきたが、戦車と共に行動する、普通化単位の装甲強化、 支援火力の強化が望まれていた。1980年より三菱重工業による開発が始められた。当時日本にとって脅威になると目されていた T-80 と BMP-2 のペアに対し90式戦車と共に迎撃することをコンセプトに開発が進められた。また60式装甲車、73式装甲車では 戦車に随伴することはできたが、戦うことが増えてであったため、本社は敵戦車をアウトレンジできる誘導弾を搭載すること、近距離で敵不評戦闘車を撃破できる機関砲を搭載すること、かつ普通科隊員が乗車中も蛍光火器が使用できることが要求に上がった。1984年に試作が開始され、1986年からの技術試験、 実用試験を経て1989年に正式採用された。90式戦車とセットで運用することを想定していたため、正式化は90式戦車の調達開始とほぼ同時期になるように考慮されていた。調達単価は約6億8000万円と推定され、高価格により全国に配備が進まなかったとする批判も少なからず存在する。しかしながら、 陸自の運用構想がそもそも全国の走行車を更新することを目的としておらず、また諸外国においても不評戦闘車は軒並み高価であり、生まれながらにして北海道専用装備となってしうことは必要であったと言える。車体は圧延防弾鋼板を使用しており、アルミ合金製の73式走行車よりも生存性が向上している。砲塔と車体は 兵員輸送車と砲塔課題車を兼ねているため、全高が74式戦車や翌年に正式化された90式戦車よりも高くなっている。武器構成は使用に盛り込まれなかった。90式戦車がシュノーケルを使用した、渡河能力があることを鑑みると随反性に疑問は残るが、道路網が発達して大抵の河川には橋がかかっている国内では、 必要が低いと判断されたこと、より重量の大きい戦車は施設化、工兵の加強、とかの支援が不可欠であり、その戦車と共同行動を取るのであれば、浮き構成は必須ではないこと、そして、車体の軽量化、その有力な手法であるアルミ化に禁する防御力の低下や価格の上昇を起因したことによる、最高速度は時速 70km で、 90式にも随伴できる不正値等波能力を持つ。エンジンは三菱製 SY31WA 水冷、A、6、気筒ターボディーゼルで 600PS を発揮する。特筆すべき点は、戦中から70年代のアフフまで固くななまでに、こだわってきた空冷エンジンと決別した点で、これにより構造はやや複雑になるものの、エンジン本体をコンパクトにできるほか、 空気の取り入れを考慮したエンジン配置にこだわる必要がなくなり車内配置の自由度が高くなった。トランスミッションは国産の全進4段、更新2段のオートマチックトランスミッションである。整備性向上のため車体全部左側にパワーパックとして一体化されたエジンと変速、走行装置が搭載されている。サスペンションはトーションバー式で 六天輪にショックアブソーバーが装着される。主武装に、不評戦闘車としては強力なエリコン車の90、ミリ 35mm 機関砲 KDE、日本成功初来戦士生産を備えている。エリコン KDE35mm 機関砲は、抵抗度防空用として、有名なエリコン K ラ 35mm 機関砲を、元に褒美を短縮するなどして軽量化したものである。その分だけ、 発射速度が低下しており、KDA が550発、分であるのに対して、KDE が20発、分である。使用する弾薬は 35X228mm 弾、アップズ、装弾灯付け鉄鋼弾や兵、焼夷榴弾等の弾種が用意されており、アップズ破撃、各90度距離 1000m で80から 90mm の装甲を貫通、撃角60度の場合、 射距離400メートルで70ミリメートル、1000メートルで40ミリメートルの貫鉄力を持つ、航空機への対空射撃も行える。即用弾は、アプズと兵格17発の合計34発、17発入りのマガジンを用い、それぞれ方の左右から球弾する方式となっている。後頭両側面には、各1機ずつの79式隊、終停対戦車誘導弾、 通称、1マット発射装置を装備している。1マットは対戦車用は、もちろんのこと、対上陸用、襲定用の弾頭もある。1マットの照準、誘導サイトは 35mm 方右側にあり、普段は前扉が閉じられている。1マットの再装填は、車外より行う。弾数は4発で、うち2発は、ランチャー内部、残りは、車内弾薬庫内で保管し、 発射後に、伊手が、自ら再装填を行う。このほか、副武装として、機関報道軸に74式車載 7.62mm 機関銃を装備するほか、砲塔両側面に発煙筒を4機ずつ装備する。また、砲塔上部前面には、車長及び砲手用の照準サイトがそれぞれ設けれている。乗員は、操縦士が、車体全部右側に座り、 砲塔右側に社長兼分隊長、左側に砲手が座る。兵員は操縦士の後ろ側に副分隊長1名が乗車できるほか、車体後部の兵員室に背中合わせに6名分のシートがあり、シートの間は 35mm 後継段や10マットの予備弾保管庫となっている。なお、この兵員室内の乗員数はあくまでも余裕を持っての数であり、 すべて座れば8名登場できるとの説もある。なお運用に際しては、社長が普通科部隊の分隊長を兼ねており、不評戦当時は分隊長が下車して指揮を取ることができないため、乗車しながら指揮を取ることになるが、本社の戦闘指揮と小銃分隊双方の指揮を取る重責を担うこととなる。平因室には天井と車体後部にハッチが設けられており、 通常の乗降は、車体後部の観音開き式のハッチから行う。兵員の乗車射撃は、兵員室天井の左右開き式のハッチを展開して行うことも脳だが、車内から隊員が射撃できる、要、防弾ガラスを使用したガンポートが、車体両側面拡3機と、車体後部扉の1機、計7機が設けられている。内部のハンドルを上げると展開し、 89式 5.56mm 小銃を飛頭部まで差し込んで射撃できる。このガンポートは装甲の弱点になるため時代遅れであるという評価があるものの近年の非正規戦において不評の戦闘方法としてガンポートが見直される可能性も否定できずイスラエル国防軍のナグマホンのように新型の装甲車であってもガンポートを採用した例もありある。なお、 ガンポートとは別に兵員の外部視察用ペリスコープも8カ所に設けられている。各国の不評戦闘車と比べて遜色ない車両だが1台6から7億円弱という高価格が災いして配備された部隊はごく少数に過ぎない。配備部隊は第7師団第11普通化連隊の第1.35中隊と富士共同団普通化共同連隊の第1中隊となっている。 その他には、第一陸総教育隊普通科教育中隊と、武器学校にも少数が配備されている。生産数は、平成16年度調達分までの68両であり、それ以降は調達されていない。事実上の機構師団である第七師団唯一の普通科連隊であり、全部隊が73式装甲車で装甲化されていた。 第11普通貨連隊に集中的に配備が進められていたが、年間調達数が1から2両ゆえに1両6億円以上という価格であったため、第11普通貨連隊のすべての73式走行車の更新には至らなかった。第11普通貨連隊以外の北海道の普通貨連隊が装備している73式走行については96式装輪走行車で更新しつつ、 第11普通科連隊所属車両の砲塔全部には、各中隊のパーソナルマークがついている。静岡ホビーショーにて2004年以降恒例行事となっている自衛隊車両の一般展示において、2008年に初めての無限機動装備車として展示された。長距離の行動の自走が困難であるため、搬入、搬出は戦車運搬用ドレーラーが用いられた。 2014年9月の御嶽山の噴火では、長野県知事から陸上自衛隊への災害派遣要請によって山頂付近の遭難者捜索のために降り注ぐ噴石にも耐えられる車両として4両が投入された。89式装甲戦闘車と87式偵察系会社の後継は将来の総輪戦闘車両構想の一部と考えられる近接戦闘車として計画中で、 法等には国産開発のテレスコープ弾機関砲、CT 機関砲を搭載するとしている。89式の後継となる人員輸送型と87式の後継となる偵察型が計画されており、偵察型には大地センサを搭載するとしている。また、近年、尖閣諸島問題をはじめ今まで考慮されてこなかった当初作戦の必要性が生じてきたため、 水陸両用能力を持つアメリカ海兵隊が装備している教習用陸用装甲車アブナ7の導入も進行されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。